はい、どうも、ゆうねいです。昆虫ゼリーのところに4匹コガネムシが集まっておりますね。こちらのセマダラコガネは2代目にあたります。2匹目ですね。まだ最初の1匹目は生きておりますから。ちょっと見にくいことこの上ないでしょうけど、ちょっとすいませんね。超絶見にくい。お前さんはまだ食べてていいんだぜ。セマダラコガネはちょっとの刺激で飛ぶことがあるので怖いんですよね。
正面から撮ってみましょうか。こんな感じです。あ、紹介が遅れましたが、これは銅金 VV、 こちらは黒黄金です。どうした？大丈夫そうなんだけどな。ほら、お食べ。クロコガネは本来昆虫ゼリーを食べるようなコガネムシではないのですが、まあ自分で自主的に食べに行ってくれる個体もいれば、無理やりね、もう口につけて食べられるということをスパルタ方式でね、教えてやるということもありますよ。まあでもさっきのもう一匹といい、この個体といい、今年私が手に入れたクロコガネは、まあいずれも自主的に食べに行ってくれています。まあ昆虫ゼリーのいいところとしては、まあ甘くてね、まあ手軽く高カロリーが得られますからね。多分それがこの子たちのね、惹かれる点なんでしょうけども、まあだからといって葉っぱを与えないとね、ちょっと栄養面で不安が残りますけどね。ちなみにここにはいませんが、青銅金も昆虫ゼリーは大好きですよ。まああの時はイチゴのゼリーでしたが、まあ果物味であれば何でも食べてくれるようです、うん。まあ、ちょっとよくわからない晩餐会でしたが、ここゆだで終わりにしたいと思います、うん。それではまた。